フレディ・マルテンスは、ベルギー出身の元自転車競技選手。1976年のツールド・フランスで、区間8勝を果たしたことも特筆すべきことだが、極めつきは1977年のブエルター、エスパーニャで、区間13勝を果たしたほか、第1ステージからそのまま、総合主位を守り切ってそのまま優勝を果たすという、完全優勝を果たした。また、 世界自転車選手権も2回優勝。スーパープレスティージュも1976年に獲得しており、上述のブエルタは別として短期決着型のステージレースでも強さを発揮した。一方、難度の高い山岳コースは苦手にしていた。時のブエルタはジロでイタリアとの開催間隔が大変短く、そのため山岳号車はジロに出場するケースが多かったことも、 あり、スプリンター型の選手であっても年によっては十分、総合優勝が可能であったことに起因する。一方、下記に挙げる通り、クラシックレースの最高峰とも言えるモニュメントにおける優勝歴は皆無。したがって、ステージレースの区間優勝など、ワンデー系のレースを得意としているにもかかわらず、クラシックハンターとは呼ばれなかった。ありがとうございます。